はい、一発合格テレビです。今回のテーマはこちら、最後の社労士試験、時間が足らなかったで終わらない択一対策、こういったテーマでお送りしていきたいと思います。今年の本試験を受験して、また普段のテストでですね、択一式どうしてもね、時間が足らなかった、だから思うような結果が出なかった、こういうふうに悩む人多いんですね。ですが、時間が足らなかったっていう理由だけでですね、終わってしまうと、なかなか伸びしろは生まれてきません。ですから、今回はですね、択一式、さらに実力アップしてもらうためにですね、この時間が足らなかったっていうところをですね、いろんな角度から分析をしてアドバイスしたいと思います。それでは、始めていきますよ。はい、それではね、まずは1点目、なぜすぐに判断できないのか少し考えていきたいと思いますね。問題文章を読んでいてもですね、すぐに判断できないから2回3回と読んで、そこに時間がかかっていくんですね。それはなぜかっていうところです。で、1点目、何が問われているかがすぐに把握できていない。問題文を読んでですね、何が聞いてるのかっていうところね、ここのちょっと意識が弱い、そこを掴むのが時間がかかってる。これが最大の時間が足らない原因だと私は考えています。これをですね、じゃあそれが足らないからっていうことで問題演習を中心にやっていきましょうとだけ考えているとですね、どうしてもですね、答えを覚えてしまって、その問題集で問われているポイントっていうのはね、しっかり固められても、そうじゃないところはね、なかなか対応力が広がらずに思うように点が上がらない、こういった人も多いんですね。これはですね、やはり問題演習足らないのは事実だと思いますが、問題演習の仕方、これも絶対に意識する必要があると思うんですね。つまり普段から作文者思考、こちらのね、私の動画見ていただいている方もいらっしゃると思いますが、こちらをね、ちょっと意識してほしいんです。問題にはすべてですね、作り手のですね、意図というのがあるんですね。それを捉えるようにする、そういったことをですね、常に意識しながら択一式の問題を解いていく、こういう1年にしていただきたいんですね。そうすると択一式の実力は必ず上がります。答えだけ覚えてしまうとですね、あ、これはこれよねぐらいだと、なかなかですね、この作文者思考身につかない。そうすると何が問われているかっていうね、そこの意識が弱くなりますから、どうしてもですね、初めて見る文章によっては時間がかかってしまうということが起こり得ますから、まずここね、作文者思考というところしっかりと意識していただきたいところです。2点目、各法律の知識の検索がうまくいかない。なぜすぐに判断できないか、知識の検索がうまくいってないなというところをちょっと意識してみると、いろんなヒントが出てくると思いますよ。つまり、なんで問われている知識がさっと出てこないか、私知識のフレームと呼んでいます。皆さん方の頭の中にですね、各法律のね、知識が入ってるんですが、それがうまく固まっていない、整理できていない状態じゃないでしょうか。だからこそさっとですね、知識が正確に出てこないんです。知識の検索うまくいかない、これをどうしたらいいかっていうと、私はですね、こちらの動画、繰り返しの魔法というね、形で徹底的に基本的なところを固めていく。テキストで一番重要なところっていうのは問題集に載ってるわけですから、問題集で載ってるところ、ポイントを中心にですね、しっかりと固めていく、こういった意識が絶対に必要だと思いますね。これに対してもですね、私は早くから問題意識持ってまして、知識のフレームを固める講義、絶対必要だろうということで、こちらのね、プチ講義、毎回ですね、20分程度ですけど、これをですね、語学の演習みたいに毎日ね、1本ずつでいいです。聞いていただくと意識が高まると思いますね。各科目の重要なところのフレームが固まっていく。そうすると、知識の検索が出やすくなりますから、ぜひね、これ試していただければと思いますね。1点目は以上です。はい、それではね、2点目見ていきたいと思います。できない問題に時間をかけていないか、これね、絶対にしっかりね、意識していただきたいところですね。できない問題に時間をかけているから、時間だけがロスしているわけじゃないです。思考もロスしています。だからこそ、本来できるはずの問題も気づかずに失点をしてしまう。ですから、もうできない問題をやること自体がですね、根本的な原因の一つということになると思いますよ。そこをしっかりと意識する必要があると思いますね。1点目、満点取る必要がないと分かっちゃいるけど、誰でも知ってますよね。満点取る必要ないよ、誰でも言います。分かってる。だけど、ね、やっちゃしまう。なぜやってしまうかっていうと、少しでもね、点を取った方がいいから。だから、取れる問題拾っていきたい。
そう思うわけですね。だけど作り手側、特に本試験で言うと精神的に揺さぶろうと思っていて、当然受験生が知らないだろうというもの、それ分かりながらたくさん混ぜてね、問題作っているわけです。心理的に揺さぶりをかけているわけですね。まあ、そういったところが非常に見えてくる択一式試験ですから、分からない問題を一生懸命頑張るっていう状態は本当に問題に振り回されている状態なんですね。これだとですね、やはりなかなか成績は上がらないと思いますよ。択一式問題の意図を見分ける、先ほど言った、これ非常に重要だけど、もう一つ、問題ができる問題かできない問題かの見分け、これも非常に重要なところ、まあ、この辺のところを強調した動画として、私このね3割バッター理論というね考え方提唱していますから、ぜひねちょっと意識してもらうといいと思いますね。これが本当に重要なんです。これが身につくとですね、択一式のレベルがさらにねワン段階ねアップできると思いますから、ちょっと意識してもらうといい。で、2点目、問題を見た瞬間が勝負の分かれ目。問題を見た時にいきなり考え出すんじゃなくて、その問題が自分が用意しているところなのか、解く必要がある、時間をかける必要がある問題なのかっていう見分け、これが一番重要なんですよ。そこができてるかどうかっていうのをね、まあ、再度ですね、この今年の本試験の択一式受けてる方だったら問題見つめていただきたいと思いますよ。私もですね、この択一式しっかり復習していただくためにですね、こちらの動画、択一式の今年のですね総括と対策、ここは足ごとにですね分析をしています。だから足ごとでもうこれ見なくていいよみたいなね足もありますから、まあ、そういったところがしっかりと自分の中で飛ばせてるかどうか、まあ、そういったところもですねしっかりと見分けていく、その中で自分が受験生として知るべきところ、必ず正解すべきところをしっかりとね判断できてるかどうか、足ごとにぜひね分析をしていただきたいなと。そうするとちょっと大きな気づきがねまた出てくると思います。2点目は以上です。はい、それではね3点目です。点数を作る意識を持てているか、ここもですねしっかりと意識していただきたいです。点数はですね思いっきりやってよくわからないけどこういう結果でしたじゃなくて、点数はですね作る意識をして、意識しながら点数をね稼いでいく、それで択一式の合格点を超えていく、こういう意識は絶対に必要なんですね。1点目、本試験は10問の過去問別問題を7回連続で解いているだけ。こういった話をね私よくします。10問の科目別テストを解いているんだと、それが7回連続でやるだけなんですよ。しかもですね、その下に書いてありますが、各10問ずつテストがありますが、その10問全科目7点以上取れなくても大丈夫です。私はですね4点科目を2科目ぐらい作っても合格できる、それぐらいのねレベルが私は合格レベルだと思っています。他がきちっと取れればですよ、他の科目が取れれば合格ライン超えてくると思います。こういったですね私で言うところのこちらの動画、マークシートの技術、これを磨いていく必要があるんですよ。思いっきりで、ね、やりましたじゃなくて、点数を普段から作っていく意識で問題演習をする、テストに臨んでいく、こういった意識を高めていくと、またね時間が足らなかったっていう意識が全然薄れてくると思いますね。解き方が全く変わってきますからね。で、2点目、直前期は自分の持っている知識を固めていたか。どうしても時間が足らないっていうのはやっぱ知識が固まっていない。私の言うところで言うと、知識の信頼度がね、低い状態なんですね。だからこれをどうしても高めないといけない。高めるためにはどうしたらいいと思います?やはりですね、直前期、しっかりとね、テキストを読み込む。そういう時間が取れないといけないんですよ。これが今年どうだったか。今年本試験受けた人、ぜひ振り返ってみてください。それができてないんだったら、やはりですね、直前期頑張ろうだけじゃなくて、全体のスケジュールのところできちっとですね、役割分担をする。これが必要なんです。すなわち、こちらでもね、やってますが、戦略的スケジュールの考え方、これができないといけないと思います。これをですね、意識して戦略練り直していただきたい。直前期にテキストを読み込むためにはですね、やっぱりそのね、読み込めるようにスケジューリングしないといけませんからね。今年もですね、そういうふうに思っていたと思うんです。だけど実際にはなかなかできなかったっていう人多いと思いません?それはやっぱりね、全体を投じての、まあ、いわゆるスケジュールの役割分担、もう一度見つめていく必要があると思うんですね。最初からあれもこれもってやってると、それはね、スケジュールどうしても遅くなるんですよ。だからこそ役割分担が必要なんでね。時間が足らなかった択一対策、この後考えていくためにもですね、やはりこの戦略的スケジュールっていうのは避けて通れない。これを最後にね、しっかりとお伝えしておきたいと思います。ということで、今回はですね、時間が足らなかったで終わらない択一対策と
ということで、これからの卓一採策考えていく上でのヒントになることをお伝えしたと思いますので、ピンときたところからですね、ぜひ実践していただければと思います。今回は以上です。